2012年3月オススロ大会ミハエル・ハイボックはオーストリア・オーバーエス・ターライヒ州リンツ出身のスキージャンプ選手である。ハイボックは2000年に UVB ・ヒンゼンバックでスキージャンプを始めた。2006年からナショナル B チームに所属した。ハイボックは2005年にシュタムスのスキー学校に入学。2010年卒業後は軍隊に所属して競技を続けている。 2010年1月3日にスキージャンプ週間第3戦のインスブルック大会に開催国枠で出場、ワールドカップデビューを果たし、17位となって、ポイントも獲得した。2010年1月ドイツ、ヒンターツァルテンで開かれた、ノルディックスキージュニア世界選手権で優勝。2月のワールドカップドイツ、ビリンゲン大会では、個人戦6位、団体戦では3位となった。 オーストリアのナショナルチームは選手層が厚く数年間はワールドカップと一ランク下のコンチネンタルカップを行き来するシーズンが続き2009-10シーズンにはコンチネンタルカップ総合2位2011から2012シーズンには同3位となった2013-14シーズンは12月のコンチネンタルカップで3連勝してワールドカップ組に昇格 1>, 1月24日のポーランド・ビスワ大会で自身初の表彰台となるなどしてソチオリンピック代表に選出された。ソチオリンピックではノーマルヒル5位、ラージヒルは8位と共に入賞を果たした。トーマス・モルゲンシュテルン、トーマス・ディート・ハルト、グレゴア・シュリー・レンツァワーと組んだ団体では一番手を飛び銀メダルを獲得した。2014 15シーズンはスキージャンプ週間のビショフス方編大会で初優勝など表彰台に6回登壇し総合5位であった。2015年ノルディックスキー世界選手権では男子団体銀メダルのメンバーとなった。2015-16シーズンはラハティ大会に連戦とクオピオ大会まで3連勝を含む8回の表彰台で総合4位で終えた。 フライング世界選手権は団体銅メダルのメンバーとなった。2016、17シーズンはエンゲルベルク大会優勝など4回の表彰台で総合7位であった。2017年のオルディックスキー世界選手権は混合団体銀メダル、男子団体銅メダルのメンバーとなった。2017、18シーズンは開幕前に負傷し、やや制裁を欠くシーズンとなった。 ピョンチャンオリンピックでは、個人ノーマルヒル17位、個人ラージヒル6位、団体4位のメンバーとなった。フライング選手権は、個人31位、団体5位であった。2018、19シーズンは、開幕からやや不調で、エンゲルベルク大会の10位が最高であった。2019年のオルディックスキー世界選手権は、男子団体銀メダルであった。2019、 20シーズンはワールドカップにフル参戦し、ラハティ大会の3位が最高で総合22位で終えた。2020-21シーズンは序盤にチーム内に新型コロナウイルス感染症が発生し、フライング選手権は個人4位、団体6位であった。2021年のオルディックスキー世界選手権は個人のマまる昼7位。 混合団体銅メダルのメンバーとなった団体優勝個人、ありがとうございます。